皆さんこんばんは、ガランダです。トランスポートフィーバー2中部地方開発シリーズ第5回、長距離電化時代ということで、今回は幹線系統の電化を進める回となっております。こちらの中部地方開発シリーズは通常のゲームルールにのっとって中部地方をモチーフにしたマップを開発していきます。前回までの開発の状況を確認してみましょう。前回第5回動画終了時点の路線図はこんな感じになってます。で、前回の動画終了後にですね、動画外ですけれども、関から高山までの路線と福井から大野までの路線、この2路線を開業させてます。オレンジ色で示したところですね、こちらは動画外で開業させた状態となっております。それから前回動画の中で主に工事を行ったのは名古屋近郊の近郊電車線でした。最初に大垣豊橋間のオレンジ系統が開業し、その後四日市方面の赤系統や小物方面の青系統が開業したという流れでした。名古屋北駅の改良工事も前回行っております。今回もこの近郊電車線の工事の続きから行っていくことになります。それでは今回の開発内容を見ていきましょう。時代は1935年となっています。名古屋の北東春日井駅からは空港方面の近郊電車線と瀬戸方面の近郊電車線が分岐しておりましたが、この近郊電車線、特に瀬戸方面の近郊電車線をですね、そのまま北東方面に伸ばして瀬戸の北東にある多治見まで伸ばすというのが今回のまず最初に行った工事です。こちらが多治見駅です。多治見駅と名古屋駅の間は従来犬山経由で蒸気機関車が結んでおりましたが、少し人口が増えてきたところでありましたので、こちらの駅まで近郊電車線を引き込んで利便性を向上させるとともに混雑を緩和するというのが目的となっています。工事を行うにあたって従来名古屋方面から瀬戸方面に直通していた線路の配線を少し見直して、瀬戸方面からも多治見方面と直通ができるような配線へ変更しました。その合流地点には新しく構造寺駅を設置しております。ここで南の瀬戸方面から来た近郊電車線と西の名古屋方面から来た近郊電車線を合流させて北東の多治見方面へと向かわせるというようなことを想定した駅となっています。近郊電車線は多治見の先の水波まで延長されました。水波には折り返し駅が設けられております。工事の結果、路線網はこのように改変されました。従来瀬戸行きだった赤色系統は構造寺駅止まりとなり、瀬戸方面からの緑色系統が多治見駅まで延伸されました。また四日市から多治見を越えて水波まで新たにピンク色の系統が誕生しております。春日井駅の配線変更工事も行われ、空港線系統と本線系統が分離されたホームに停車するようになり、慢性的な電車の渋滞から解放されることとなりました。構造寺駅周辺に軽く道路を敷いて、この辺りの開発は終わりです。本線系統も見ていきます。同じ年、本線系統に特急雷鳥号が走り始めました。この列車は名古屋と金沢を結んでいますが、途中関ヶ原や敦賀の峠を越えていく必要があるため、速度的にそれほど出すことができず、また列車本数の多い区間を通るため増発も難しいという状態になっておりました。一方、もう一つの幹線であった名古屋富山間の路線は途中中津川までが非電化のままとなっておりましたので、こちらの電化工事が行われ、名古屋から富山まで全て電化路線で結ばれることとなりました。まず最初に石油輸送が全て電気機関車での当初運行に置き換えられました。従来は塩尻から中津川までは電気機関車、中津川から四日市までは蒸気機関車の運送となっていました。一方、名古屋近辺の電化は少し遅れて工事が行われましたが、1936年までには全て電化が完了し、名古屋近郊区間でも電気機関車の運行が見られるようになりました。これにより名古屋から富山までを通しで運行する旅客列車を走らせることができるようになりましたので、名古屋富山間にも新しい特急列車安曇野号の運行が開始されています。これにより名古屋北陸間の輸送は西回りの雷鳥号と東回りの安曇野号の2本体制で行われることになりました。その他の旅客列車、貨物列車も順次電気機関車系に置き換えられ、名古屋中津川間の輸送力は飛躍的に増大しております。またこれに伴って今まで貨物の乗せ替えで大変混雑していた中津川駅も混雑が緩和されて、主産業である加工木材の生産量を飛躍的に向上させることができるようになりました。続いて1938年です。この年、内燃気動車の運行区間が拡大しております。従来内燃気動車は高山上岡間でのみ見られましたが、この年大垣長浜間と長浜敦賀間に新たな内燃気動車の運行が開始されております。どちらも相対的に旅客の移動が少なかった区間となっております。
ますので、これにより蒸気列車よりも運行の効率化が図られることになりました。そしてこの年、新規開業区間として中津川から上松間の建設が進められました。この区間非常に山深いところになっておりますが、上松駅周辺に多数の植林地があり、こちらから生産される木材の需要が高まっていたことから、これを名古屋方面に円滑に輸送するために建設が進められることになりました。上松駅付近はほとんど平地のないところだったので、一部整地ツールを使って地形を慣らした上で駅が建設されることになりました。中津川駅と上松駅の間には渚駅も開業しています。この区間も内燃機動車による運行となっておりますが、貨物列車が走るため電化がなされており、貨物列車は電気機関車牽引で上松駅から名古屋駅まで直通して走ることになりました。上松駅周辺の植林地は非常に山深いところにありますので、多数の林業専用鉄道が建設されて、これらの木材を上松駅まで搬出する役割が与えられました。並行道路もない区間ですので、一部区間では旅客運送も行われて、地元住民の足としての運行が行われております。開業後の中津川駅の様子です。右側にディーゼルカーが分岐していきましたが、こちらが新たに開業した上松方面の路線です。先ほどご説明しましたように、中津川と上松の間はディーゼルカー、上松と名古屋の間の貨物列車はこのような電気機関車が牽引する形態となっております。上松周辺の林業鉄道はこんな感じです。電気機関車が貨車を引っ張る、いわゆる貨物列車のような形態の車両が運行されております。これらの林業鉄道が大量の木材を上松駅に輸送し、上松駅から貨物列車で名古屋方面運ばれるという形になっています。翌年1939年です。この年はあまり大規模な工事は行われておらず、名古屋近郊の貨物輸送ネットワークについて微調整が行われた年となっておりました。具体的な工事内容ですが、まず多治見駅です。こちら貨物線と旅客線がこのように平面交差の形になっていましたので、従来貨物列車が旅客列車を待って待つということがありましたが、この年多治見駅の地下に新たに地下トンネルが開通し、今ちょうど奥の貨物列車が走っているのが地下トンネルですけれども、名古屋方面からの旅客列車との交差支障が解消されることになりました。地下トンネルは大変長いので電気機関車、電気列車のみの運行とされております。特にこの区間を走る石油貨物列車はこの会社の収益の要でありますから、少しでも早く走らせるためにこのような地下トンネルの建設がなされたわけです。同時に多治見中津川間は腹区線化工事が行われ、旅客列車が内側、貨物列車が外側を走るように変更されました。こんな感じで諸々の貨物輸送の調整を行ったのが1939年という年でした。少し時代が下って1942年です。名古屋周辺の渋滞が大変ひどくなってきました。名古屋市内の輸送は現在トラムが一手に担っておりますが、トラムで運びきれなくなった乗客が自家用車に移ったことで、自家用車の交通量が増大し、渋滞がひどくなっているという状態になっておりました。そこで名古屋周辺に新たな交通機関として地下鉄道を開業させることになりました。地下鉄道は市内のトラムで最も利用の多かった名古屋駅と名古屋北駅を結ぶ区間、この区間が走っていた大通りの地下にまずは建設がなされて、同じ区間の地上を走っていたトラムは廃止されることになりました。また地下だけで完結させると車庫を置くことができないので、名古屋駅を出た地下鉄はそのまま東の刈谷まで伸びて、刈谷付近で地上に出て、ここに車庫と刈谷駅が置かれることになりました。真新しい青色の地下鉄電車が地下へと入っていきます。この地下鉄が開業したことによりトラムの運行本数を減らすことができました。また従来名古屋市内には路線バスが走っていなかったのですが、トラムが廃止された代替として地下鉄の止まらない裏路地にバス停が設けられ、ここを巡る市内バスが新たに設定されるようになりました。地下鉄と市内バスが新たな名古屋市内の交通の主役となりました。ということで主要都市の開発が一通り終わりましたので、1943年時点の主要都市の様子、こちらを見ていきたいと思います。まず最後に開発を行った名古屋市です。右側の駅が名古屋駅、左側の駅が名古屋北駅、中央奥にあるのが大きな貨物駅となっています。当然この中部地方マップの中では一番大きい都市となっており、人口は現在1300人を超えています。周辺の路線網も随分発達しましたね。続いて四日市です。このマップでは名古屋に次いで2番目に人口の多い都市となっています。ここは石油産業が盛んな都市として発展してきました。岐阜大垣エリアです。
奥の関ヶ原を越える関係で列車の速度が出しづらく、また連線の本数も日本から増やせない状態となっており、現在本線運行上のネックとなっている区間です。その大垣から関ヶ原を越えた先にあるのが長浜駅です。ここも非常に人口が多くなっております。真ん中右側にあるのが旧長浜駅で、現在はほとんど使われておりませんが、駅ホームとも撤去されずにそのまんま残っています。奥の白い建物が現在の長浜駅です。東に移動して浜松です。ここは名古屋四日市に次いで3番目に大きな都市となっています。まだ開業はしていませんが、浜松から三日日までの鉄道路線の建設が進められているところです。中央の大きな湖が浜名湖です。また手前左側に伸びている線路はこの先岩田貨物駅まで伸びています。今回の動画内で割と登場する出番の多かった多治見駅です。近郊路線の開業と中津川までの電化開業、それから貨物輸送用のトンネルの開業などが行われております。町の規模はまだまだそれほど大きくありません。多治見から東、今回の動画の中で電化を行った区間の中津川駅の様子です。先ほどもちょっと紹介しましたので2度目ですね。中津川駅は従来電化区間と非電化区間の境目の駅として貨物の乗せ替えでにぎわっていましたが、乗せ替えの貨物列車は走らなくなりました。その代わり中津川で産出される木材や中津川の近くの炭鉱で取れる鉄鉱石輸送の貨物列車が発着する駅へと生まれ変わっております。中津川と同じく電化非電化の区界駅であった駒ヶ根駅の現在の様子です。こちらはほとんど貨物列車の発着はなくなって、飯田付近で生産される木材を中津川に運ぶための貨物列車だけが細々と運行されるようになりました。駒ヶ根の北松本駅の様子です。こちらもまだまだ発展の余地がありますね。松本駅近くの石油貨物ターミナルからは名古屋方面多数の貨物列車が運行されています。石油を円滑に輸送したいから電化が進められたと言っても過言ではないでしょう。最後に現状北陸で一番大きな都市となっている富山の様子です。富山の駅は行き止まり式のターミナル駅として巨大なものが設置されております。富山から名古屋までは特急列車安曇野号が運行されております。また富山名古屋間には航空路線も開設されており、大型機が速達輸送を行えるようになってきたことで鉄道と航空機が競合している状態となっております。ということで1943年時点の各都市の様子のご紹介でした。ということで今回の動画はここまでとなります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画をはじめ、鉄道模型や鉄道に関する動画をアップしています。トランスポートフィーバー2の動画シリーズとしてはこちらのチューブ開発シリーズの他に、手動で建物や小物類を配置することによりジオラマを作るように都市開発をするというジオラマ都市開発シリーズというものもやっております。どちらも楽しい動画シリーズになっていると思いますので、合わせてご視聴いただければと思います。それではまた次回も動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。バイバイ。